今回は栃木県宇都宮市にあるハードオフオフハウス宇都宮環状鶴田店に行きます。栃木県道3号宇都宮環状道路沿いニトリのそばです。駐車場は普通車91台、営業時間は10時から20時、年中無休になっています。ゴールデンウィーク中ということもあって駐車場は混んでいました。アプリを使ってチェックインをします。ここはブックオフを含む、3店舗複合店なんですが、ブックオフはグループではないのでアプリの方に入っているのは2つのみです。こちらですね、ハードオフのコメントなんですね。ホビー商品強化中です。探し物も見つかるかもというふうにあります。オフハウスの方は特に何もないようで、いらっしゃいませというコメントのみです。栃木の店は12店舗目、全国では133店舗目というふうになります。入り口を入って一番手前がブックオフ、真ん中がハードオフで、一番奥がオフハウスというふうになっています。この店では楽器の試奏コーナーはあるのですが、よくあるジャンクチェックコーナーがありませんでした。最初に見た売り場はパソコン周辺機器の売り場です。こちらはノートパソコンなんですが、この店舗ではですね、リユース品の価格がちょっと高めですね、設定がね。東芝のダイナブックですね、 PRX73VPQSJA というね、型番のものなんですね。2016年式なんですけれども、 CPU が Core i3 の 6100U なので、それほど速くないですよね。 RAM が 4GB、ハードディスクで 1TB、 DVD マルチがついて、液晶の方は 13.3 インチと、サブノートの大きさになってるんですけどね、ちょっと高いかなという感じですね。価格の方は税込みで 27,500 円です。こちらも同じ2016年式なんですけれどもね、CPU がセレロンの N3060 なんですね。レノボ、イデアパッド、300-151BR ですね。OS が Windows 10 Home 64bit、 RAM が 4GB ですね。ハードディスクが 1TB、 DVD マルチドライブ付き 11.6 インチの液晶画面ということですね。こちらの方が、税込みで 19,800 円です。一方でジャンクの方がたくさんあるんですね。これジャンクノートの一つなんですが、東芝ダイナブックですね、 PT45146DB というものなんですね。CPU が Core i5-2430M、2.4GB 駆動のものですね。RAM が 4GB、 ハードディスクが 500GB、ドライブがついてるんですが DVD ドライブですね。不良ということです。ゴム足一つなしということで、価格の方が税込み 1万1000円です。こちらの方もジャンクのですね、ノート PC ですね、 ASUS K55A というものですね。CPU が Core i5-3210M 2.5GHz 駆動のもの、RAM が 4GB、 ハードディスクが 750GB、 DVD マルチドライブがついてますね。ただバッテリー不良ということで、もうバッテリーがダメになっているようです。OS の方がですね、 Windows 10 Home 64bit の方が入っていて、価格の方が税込み 13,200 円です。こちらのジャンクのノートパソコン、特に不具合は書いてないんですね。富士通 FMVA0820HP というモデルですね。
CPU が Core i3 の 400M 2.4GHz 駆動のもの、 RAM は 4GB、 ハードディスクは 500GB、 DVD、RW ドライブが付いています。 AC アダプター付きということですね。価格の方はですね、普通売ってるリユース品とほぼ同じくらいだと思います。税込み 16,500 円です。リユース品のルーターですね、無線ルーター、2000円から2200円、2750円あたりの値段がついていました。こちらもリユース品なんですがね、ゲーミングキーボードということでね、やっぱりちょっと高めの値段、税込みで2200円となっていました。こちらですね、スマートスピーカーがたくさん並んでますね。Google ホームだとか Google ホームミニですね、2200円から、2750円、3300円、4400円あたりの値段がついています。テレビ、オーディオ、ビジュアル製品等です。24インチの液晶テレビですね、パナソニック TH24A300 という型番のものですね。リモコンの方がですね、ちょっと接触が悪いようで反応しないことがありますということですね。傷汚れありますが、それ以外特にですね、不具合ないようです。2014年式ということですね。価格の方は税込み1万1000円です。パーソナルユースにはちょうどいい液晶テレビですね。19インチのものです。ジャンク品になりますが、シャープ LC19K7 というものですね。地デジ BSCS 映りましたということで、映りは問題ないですね。リモコン B キャスカード付きということです。特に何も書いてないので大丈夫だと思います。価格の方は税込み7700円です。こちらの方もジャンクのですね、液晶テレビ32インチのものですね。ちょっと大きめなものです。東芝 32R1BDP という型番ですね。ブルーレイドライブを搭載しているようですが、故障しているようですね。再生不可ということです。地デジは映りましたということなんですが、その他未チェック。リモコン付きになってますね。 B キャスも付いています。2010年式ということで、価格の方は税込み8800円です。こちらの売り場はオーディオ機器です。こちらはですね、デノンの、ハイコンポ F109 シリーズの中の一つですね。ネットワークオーディオプレイヤーになります。ハイファイはもちろんのこと、 DLNA ネットワーク再生にも対応しているので、家庭内のですね、LAN に接続されている、NAS 等に保存されている音楽の再生もできます。ハイレゾ音楽の方にもですね、対応しているということです。3台ありますね。すべて同じ値段で、税込み1万3200円になっていました。ジャンク品のミニコンポです。ビクター UXBM8 ですね。CD 再生できましたということです。これその他のドライブがないんですね。ただし、USB 端子がついていて、 USB メモリーや、それから iPod ですね、古いもの、古いドック端子のついたものですが、そちらの方を、再生することができます。あとメモリもついているようなんですね。ちょっと詳しいことはわからないんですが、現状渡しということで税込み5500円になっています。ジャンクのプリメインアンプですね。音出ましたということと、取扱説明書、リモコン付きということですね。デノン PMA680R という型番のものなんですね。オーディオ関係もですね、ジャンクの方に安いものがありました。価格の方1万となってますが、おそらくこれ税抜き価格だと思います。
税込み1万1000円だと思います。こちらジャンク品のですね、ソニーウォークマンですね、かなりたくさんあります。一番安いものが1100円で、一番高いものでも4400円という値段になっていました。カメラ、レンズ、写真用品などです。シグマのレンズがたくさんありました。キャノン用ですね、これ、シグマ 20mmF1.8 という、20mm にしては非常に明るいレンズですね。こちらの方、傷汚れありということですが、フィルター付きのようですね。価格の方が税込み 27,500円です。こちらもキャノン用のシグマのレンズですね。 APS 用だと思うんですが、かなり広角のレンズですね。10-20mm で F4-5.6 というものですね。価格の方が税込みで 19,800円。箱説明書封筒付きとなっています。ミラーレス一眼ですね。オリンパスのペンの初期のものですね。 EPL1S とブラックボディって珍しいのかな、あまり見ないですね。1230万画素のものなんですね。付属品は箱説明書、充電器、傷汚れありということですが、外観は比較的綺麗そうでした。まあしかし古いものなのでね、それなりのものです。価格の方は税込み5500円です。ジャンク品に良さそうなものが多い店舗でした。次回また別のハードオフに行ってみます。